はい、みなさんこんにちは。タイヤ市場の東野とミオです。はい、今回ですね、2024年の新作、続々各メーカーさんが新作が登場してまいります。で、メーカーさんの方にですね、随時このように新作の方をですね、東京都サロンが終わってからどんどん続々とうちの方に展示で入荷しております。はい、で今回ですね、動画で紹介するのがウェッツさんの、マーベリックですね。マーベリックはずっと2ピースのホイールでですね、カジュアルというか要は、ホイールをつけたいちょっと変わった感じで、いろんな種類がいっぱいある中の今回の、新作のホイールになっております。はい、今回ですね、動画で新作の方を紹介してまいります。マーベリックの何級シリーズ。はい、1613M です。1613M、はい、メダルね、まだ入社して間もないんやけど、はい、マーベリックシリーズ、全て、はい、マーベリック何々っていうのは全部数字、はい、それもちょっと特徴的よね。はい、メッシュタイプで言ったら、マーベリックで言ったら、はい、709っていうやつも結構売れて、はい、その数字がどんどんこう増えていくよっていうのも新しくなっていくような感じだよね。1613っていう、はい、メッシュ の新作になってます。はい、ユナはこれカラーがね、今回ベッツさんの方にさっきちょっと紹介もらったんやけど、はい、3色が、はい、発売になってるみたいで、はい、この黒が何色？じゃあ黒がですね、はい、グレイズブラックになります。グレイズブラック、ちょっと深みある黒ですね。はい、そうですね。もう一つがこれがね、一番売れてる、結構ね、ベッツさんの中のマーベリックシリーズでこのゴールド意外と売れてて、そうなんですね。うん、このね、色だけは俺言えるんやけど、はい、じゃあ 何色？侍ゴールド。すごいよね、侍って。ね、侍ゴールド。ちょっとシャンパンゴールドに近いようなゴールドよね。深みのあるこうゴールドっていうよりも、ちょっとこう鮮やかな、ちょっと侍なんだよね。っていうイメージでの、ゴールドらしいです。はい。はい、もう一個ですね。こちらのカラーが。はい。ハイパーメタルブラックです。ハイパーメタルブラック。はい、一応各メーカーさん、いろんなメッシュを出されてます。で、その中でもですね、当然黒、ゴールド、こういう深みのある、ちょっとシルバー系のやつ、って言ったらね、意外とね、このカラーって、結構いろんな車にマッチするような、正直言ってね、白でも合うよね。あ、そうですね。うん、黒でも合うよね。っていう感じでちょっと合わせやすいような感じのホイールで、この中の 3色の中だったら一番やっぱこのカラーがおすすめですね。はい、今回ですね、このマーベリック、3色あって、あとサイズの方のラインナップは、はい、こちらが18インチ、19インチ、20インチ、21インチとなっています。そしたら4サイズだよね。はい、でその中に当然このサンプルの方はですね、リバースリムってリムがあってまっすぐの形状と、あとノーマルリムってまた段付きのリムが、あとその中でサイズの中でこうラインナップされてる感じになってますね。はい、で、一応18インチ、19インチ、20インチ、21インチ、幅広いシャスで取り付けができるよね。で、当然18インチとかだったらね、プリウスだったりとか、19インチでプリウスの人もいたりとか、20インチだったらね、アルファードベルファイア、で21インチとかだったら、レクサスの LS だったりとか、ちょっとセダンとか、どっちかからミニバンっていうか、ちょっと大きめのアルファードベルファイアとかに似合うようなホイールだと思いますね。はい、で、このメッシュ、こういう形でメッシュって言うんだけど、メーカーさんの売りで、どういうのがちょっと今回変わったようなデザインになってますかね。そうですね、ピアスボトル。ん？ピアスボトルね。ピアスボルト。ボルトね。ピアスボルトですね。を一段下げることで、リムの深み、深度アップ。要は通常こういうディスクっていうのがあって、でそのディスクの面に対してこうピアスがこれピアスっていうんだよね。はい、でピアスがこう要は止まってるとか、ダミーピアスって言って、見た目のためにこうつけてあるんよね。こういう、はい、2ピースのデザインってなったら、でその中で要はディスク面よりも1段落として、はい、で要はピアスを奥に行かせることによって、さらにこうリムの深さがより強調されるっていう、それがやっぱ今回のこのマーベリック の、はい、新作の一番の売りじゃないかなと思いますね。で、このディスク面のこのナットホールがあって、でこの要はこのメッシュとかも結構ね、穴がこうほげてないんやけど、ちょっとこういう風にこうちょっとデザイン入れることによって、はい、ちょっと異物っていうか、ちょっとね、通常のメッシュよりもちょっとデザイン性がちょっと増してくるような
コイルになってますね。はい。そうですね。ピアスだからここにつけてもちょっとかっこいい。まあもう大きいよね。でこれはダミーピアスって言って、これ一応そのまま軽くねじ込んであるタイプと、まあ、接着でこうつけてある各メーカーさんでいろんなこう2ピースの中でも要はそういうピアスっていう使い方がいろいろあるようなデザインがありますね。はい、で、マーヴェリックの今回ちょっと、まあ、見てもらったら分かるんですけど、センターキャップが、まあ、黒の。黒ね、はい、と、こっちがちょっとシルバー、うん、かっこいいよね、はい、で、まあ、これまたちょっと好みが分かれてきて、まあ、こういう風にセンターキャップでちょっと色をちょっとこうアレンジして、はい、またこう自分なりにこうちょっとアレンジできるようなコイルなんで、まあ、そこも一点面白いと思います。はい、今回2024年のウェイツさんのマーヴェリック1631M こちらの方を紹介してまいりました。で、またちょっとちらっとね見えてるけどウェイツさんの今度のフレンツェ、まあ、3ピースね、こちらの方のね動画の方もこれから撮影していきますので、そちらの方も引き続きよろしくお願いいたします。はい、それでは第1番東本ミヤでした。はい、それではチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。